1971年、r ルバンクスがライフゲームで発見した最初のエデンのその配置かつてライフゲームでの最小のエデンのその配置とされていたパターン2006年最小と考えられていたパターン。明灰色のセルが以前のパターンから削除され、アン青色のセルが追加されている。エデンのその配置とはセルオートマトンにおいて 他のいかなる配置からも到達できない配置を指す。以前の状態が存在しない、つまり最初から、そのように配置しない限り出現しないということから、聖書のエデンの園にちなんで命名された。ムーアによれば、1950年代に、ジョン・キューキーが命名したもので、これは、ジョン・ホートン・コンウェイが、ライフゲームを発明する、ずっと前のことである。 ある時点 t における配置をカラットとし、関数 f が配置カラットからカラットプラス1への写像であるとする。エデンのその配置 gt は f イコール gt となる配置 gt-1 が全く存在しないことを意味する。すなわち、エデンのその配置を持つセルオートマトンは前者ではない。セルオートマトンの別の特性として可逆性がある。 すなわち、ある配置カラットについてその一つ前の配置カラットマイナス1が1位に定まることを言う。この場合のセルオートマトンは、全単車である。全単車の定義から、エデンのその配置を持つセルオートマトンは、可逆ではないことが明らかである。実際、単車ではないすべてのセルオートマトンには、エデンのその配置がある。エドワード・ F ・ムーアとジョン・マイヒルが証明したエデンの、 そのの定理によれば、エデンのその配置を持たない時だけ、セルオートマトンは過逆である。ライフゲームが過逆でないことは明らかであり、発見前から、ライフゲームには、エデンのその配置があることが分かっていた。ジン・アードアン・デュパルクは、計算によって、エデンのその配置を探そうとした、最初の人物であり、 非決定性有限状態機械に受理される言語の差集合の構築という手法を使った。この有限状態機械は固定幅の配置を行単位に認識していくもので、一つ前のパターンがある配置を受理する。したがって、その補集合がその幅のすべてのエデンのその配置を表す正規言語となる。2006年3月4日、ニコレイ・ビルチェンコは、 基地のエデンのその配置に基づいて、新しい最小のエデンのその配置を発見したと発表した。このエデンのその配置は1212 12の大きさであり、生きているセルは80である。最小のエデンのその配置は定義によって変わるが、長辺が最小である1010 10内に生きているセルが56、存在する、配置、短辺が最小である583内に生きている。 セルが284存在する配置、面積が最小である82内に生きているセルが57存在する配置などが発見されている。また、66内にエデンのその配置が存在しないことが示されている。オーファンはエデンのその配置とよく似た概念である。エデンのその配置は以前の状態が存在しない長方形を指すことが多いが、 オーファンは配置の領域が有限であり形は長方形に限らない。そのため、オーファンのセルの数は、エデンのその配置のセルの数から、エデンのその配置内部に存在する、生きていても死んでいても良いセルの数を引いた数となる。グレッグ・イーガンの小説、純烈都市において、セルオートマトンのエデンのその配置の概念が重要な役割を果たす。ありがとうございます。